はい、皆様こんにちは。まずはじめに千葉県初の、メタバースを活用した移住相談会の会議についてお話をいたします。本家は都心に近接し、自然、食文化、アクティビティなどさまざまな魅力を有しており、移住や日時居住への関心が高まっています。千葉県ならではのライフスタイルの魅力を発信し、移住や日時居住を促進するため、市町村と移住相談会やセミナーを行っているところです。今月28日には香取地域の香取市、高崎町、多古町、東の庄町と地域振興事務所が合同で、千葉で欲張り田園生活と題した移住セミナーと個別相談会を、都内の会場とメタバース上でハイブリッド開催をいたします。会場は東京有楽町のふるさと回帰支援センターとなりますので、お時間のある方はぜひ会場まで足を運んでください。またメタバースを活用した移住相談会は千葉県初の試みとして、 NTT 東日本と連携をし、 ICT を活用した地域の知名度向上、関係人口の創出、移住日時居住者の増加など地域活性化を図る実証実験として行うものです。メタバース空間には香取市の協力をいただき、千葉県の偉人伊能忠敬の旧宅を制作し、その旧宅内の土蔵でセミナーと個別相談を実施をいたします。メタバースは VR ゴーグルがなくてもパソコンやスマートフォンからアバターを使って、市町村の担当者や実際の移住経験者などとコミュニケーションを取ることができ、当日会場に行く時間がない方でも地元の雰囲気を味わいながら手軽に移住相談することができますので、ぜひご参加をください。参加はリアル、オンライン双方とも事前申し込みとなります。なお、メタバース空間では通常入ることができない旧宅の書院や炊事場の中にも入ることができるほか、周辺地域で使われていた古民具の展示や香取地域の写真展も同時に行う予定ですので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。今後も今回の結果をもとに、メタバース空間のより効果的な活用方法も検討しながら、移住、日時居住にとどまらず、観光や特産品の PR など、さまざまな分野での活用にも広げていきたいと考えています。次に、男女共同参画推進事業所表彰についてお話をいたします。本事業は、働く場における男女共同参画を促進するために、男女が共に働きやすく、能力を発揮できる職場づくりを行う県内事業所を表彰するものです。先駆的な取り組みを行い、模範となる事業所、知事所、積極的な取り組みを行い、今後さらなる取り組みが期待される事業所を奨励賞として表彰し、今年度はそれぞれ3事業所を表彰いたします。それでは知事賞の3事業所からご紹介をいたします。1つ目は株式会社 GC 企画です。女性も働きやすい職場にするため、育児・介護等に関する休暇制度の整備や休暇を取得しやすい職場づくりをするとともに、これまで女性社員が少なかったシステム開発部門に女性社員を積極的に配属している点を高く評価いたしました。2つ目は株式会社千葉ステーションビルです。多様な働き方を可能とする職場づくりや、従来男性社員のみで構成をしていた施設管理部門等への女性社員の配属などに積極的に取り組んでいる点を高く評価いたしました。3つ目は株式会社花もです。代表者自らが女性活躍に積極的であり、全社員との個人面談を通じて個人の希望に応じたキャリア形成をサポートする、目標管理制度を運用するなど、きめ細やかな人材育成に取り組んでいる点を高く評価をいたしました。次に奨励賞は株式会社 QVC ジャパン、株式会社トラーナ千葉第三センター、有限会社ブリス保険コンサルタントの3事業所です。それぞれ育児休業制度の周知による男性社員の取得の促進、事業所内託児施設の臨時開設による仕事と育児の両立支援、週休3日制の導入によるワークライフバランス推進に取り組んでいます。なお、表彰式は明日県庁で行います。また各受賞者の具体的な取り組みにつきましては、今後実施する講演会や SNS 等により広く周知をしております。新たに成立をした千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例では、男性も女性も性別を理由とした不利益を受けることなく社会のあらゆる分野に参画をし、
共に活躍している社会の実現を目指しており、あらゆる機会を捉えて男女共同参画を推進してまいります。次、農林水産物のプロモーションについてお話をいたします。県では県産農林水産物の消費拡大のため、飲食店や食品企業などと連携をして県産品の魅力の発信や販売促進活動を行っているところです。今回はさまざまな取り組みの中から3つ紹介をいたします。はじめに黒アヒージョについてです。県では県産農林水産物の魅力がぎゅっと詰まった新ご当地グルメ黒アヒージョの普及に取り組んでいるところです。明日1月19日から対象店舗等を大幅に増やし、黒アヒージョフェア2024を開催いたします。対象店舗等で黒アヒージョを注文された方に、アニメ、お出かけ小だめ限定コラボシールなど、さらにアンケートに回答された方には、アウトドアイベントでご好評いただいた黒アヒージョ体験セットを抽選でプレゼントいたします。また10月19日から12月15日まで参加作品を募集しておりました黒アヒージョ料理コンテスト2024を盛り上げるため、インスタグラムを用いた一般投票も明日から行います。次に房総ジビエについてです。県では県内で捕獲、処理、加工されたイノシシや鹿の肉を房総ジビエと銘打ち、その消費拡大に取り組んでいるようです。今年も1月22日から房総ジビエフェア2024を開催をいたします。今年度のフェアはこれまでの飲食店に加え、加工食品等の商品を販売する店舗も参加対象としています。1000円以上のご利用でアンケートにご回答いただいた方の中から抽選で県産品等をプレゼントいたします。最後に食の千葉の一品を発掘コンテストについてです。本県には豊富な県産食材を生かしたこだわりのある魅力的な加工商品が数多くあります。県ではその魅力を発信するため、千葉の食産業連絡協議会と協力をして、今年で12回目となる食の千葉の一品を発掘コンテストを実施いたしました。それでは今年度選定した5つの商品をご紹介いたします。まず金賞はイタリアの伝統焼き菓子であるビスコッティとさつまいもが融合して生まれたビスケッティです。続いて銀賞はハンディタイプの容器から吸って食べる栄光ランプリンです。同賞は耕作放棄地を活用して栽培したホップを使った小江戸サワラビールフレッシュホップエールです。これらのほか審査員特別賞としてつぶすけのミートドリアピーナッツキャラメルバターサンドの2商品を選定いたしました。これらの受賞商品5点については2月1日に開催する受賞式で表彰いたします。各フェアやコンテストの詳細については特設サイトや県ホームページをご確認ください。県ではこれらのフェアやコンテストなど様々な形で県産農林水産物の魅力発信を行ってまいります。黒アヒージョに房総ジビエ、加工食品といったように千葉県に美味しいものがたくさんあります。この機会にぜひ多くの皆様に召し上がっていただきたいと思います。最後に千葉のさつまいもアンバサダーの就任についてお話をいたします。千葉県全国2位の産出額を誇るさつまいもの産地であり、形や色、食味などの品質の良さが市場で高く評価をされています。また江戸時代に青木昆陽が県内で試験栽培を成功させたことにより、多くの人々がその後の飢饉から救われた逸話があるなど、歴史的にも本県とゆかりのある農産物です。そこで高い栽培技術、高品質、甘さといったこの特徴を背景に、特にグルメや健康志向の30代から40代の女性を主なターゲットとして、高級感やご褒美スイーツのようなさつまいもの新しいイメージによるプロモーションを行っていくことといたしました。キャッチコピーはルージュのご褒美であります。そしてよりさつまいもの魅力を伝えるため、千葉のさつまいもアンバサダーとして俳優の松本まりかさんにご就任いただくこととなりました。多くの舞台やドラマをはじめさまざまなステージで活躍されている松本まりかさんは高い知名度と発信力をお持ちであり、また高級感やご褒美スイーツといったイメージとの親和性も高い方であると考えました。幼少期を千葉県で過ごされているなど本県とゆかりがあり、美や健康にこだわりをお持ちの方でもあることから、今回アンバサダー就任をオファーしたところご快諾をいただきました。ここで松本まりかさんからアンバサダー就任にあたってのメッセージがありますので、ご覧いただければと思います。
就任しました松本真理香です。よろしくお願いします。セドのさつまいもはこだわりを持って作られている。とっても美味しいんです。しかも千葉県とさつまいもは歴史的なゆかりもあるそうで、これからぜひ私も勉強しながら PR のお手伝いができればと思っております。今後は松本真理香さんを起用したポスター、それからリーフレットを県内の観光施設、商業施設、和洋菓子店等に配布、提出をしてまいります。はい、また、2月の3日と4日には、イオンモール幕張新都心グランドモールにおいて、焼き芋のほか、クレームブリュレなど、魅力的なスイーツの販売を行う千葉のさつまいもエキスポを初めて開催をいたします。3日には私も出席をし、千葉のさつまいもアンバサダー任命式を行うとともに、松本真理香さんと対談をさせていただく予定です。今後ルージュのご褒美をキャッチコピーに、松本真理香さんとともにさつまいもの新たな魅力を発信してまいります。私からは以上です。それでは質問を受けします。はじめに幹事社 NHK さん、お願いします。発信して届くようにするということ、それからですね、移住を検討している方々が、重視しているポイントと、市町村が持っている、千葉県の場合、さまざまな市町村がありますので、その市町村が持っている強みをしっかりマッチングさせていくということが、我々県としての役割だろうというふうに考えています。で、我々都内に千葉移住支援センターというのを設置をしていますし、最近この本県専属の相談員も配置をして、かなり相談体制も充実して、件数も着実に増えてきております。この市町村の魅力や移住に関する情報をさらにワンストップで発信をするとポータルサイトの設置もですね、現在進めているところでありますので、こういう形でですね、マッチングする場所、それから県としてのですね、広域的なサポートをですね、していきたいと思います。今回のメタバースも、そういう意味ではデジタル技術の活用とニーズを捉えて、離れてても、相談ができると。こういういろんな取り組みを行いながらですね、千葉の魅力的な場所でですね、地域居住であったり移住を貢献していただけるようにしていきたいなと。ありがとうございます。他にも発表項目外なんですけれども、野田市で虐待の事件があったら、そして懸念となりますが、今後も様々な事案が相次いでいる中だと思います。県としても理想の住民や各社などを政策を進めてこられたと思いますが、加瀬川や長島の社会人の人となって人がなかなか集められない状況もあるそうかと思います。県としてはどのようにSOS を子供の SOS をキャッチできる環境を整備していくかお考えをいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。野田の事案を受けてですね、我々千葉県もこの児童虐待の対応についてかなり強化をしてまいりました。お話いただいた通り、中核市も2カ所新設をしますし、我々千葉県としても地方2カ所の創設に向けて現在着実に取り組みを進めております。また既存の児童相談所に関しても、建て替え等を今行う取り組みを進めておりますので、かなりハード面でのですね、拡充が着実に進んでいると思います。で、職員に関してもですね、これもちょうど事件が発生した令和元年425人でありましたけれども、今令和5年度では650人になりますので、225人この児童相談所の職員が増えてきております。で、やっぱり一番の課題はおっしゃっていただいた通りですね、この職員の確保も全国的にも基準が高まって、配置基準が高まっていく中でですね、非常にこの職員の確保をどう進めていくかというのが非常に大きな課題になっていきます。で、我々はですね、この間
人材育成基本方針というのをしっかり定めていくと、この児童福祉専門職で入ってきていただいた方々が、しっかりその能力を生かして、着実にキャリアを歩めるようにですね、そしてこう今、この目先のその児童相談所の職員の確保だけではなく、中長期的なですね、人材育成も含めてしっかり整理をし、そしてそれを、学生の方であったり、その採用の対象者の方々にしっかり発信をしております。それからですね、専門のホームページも活用していますし、それからですね、さまざまな事業者にも入っていただいて、我々できる限りですね、千葉の魅力というのをですね、分かりやすく発信をしているところです。では、同じく幹事社、内田日報さんお願いします。内田日報です。よろしくお願いいたします。まず発表項目の中で、さつまいもアンバサダーについてなんですが、はい、今回、松本まりかさんを起用されるということで、はい、知事はどういうイメージを持ってらっしゃる俳優さんで、ポスターありますけども、ご覧になった感想というのはいかがですか。はい、松本まりかさん、やっぱりこうインスタグラムを含めてですね、非常にこう発信力がある方でありますし、また健康とか美容とか、そういう部分に、かなり、なんていうんですかね、こうイメージがある方だというふうに承知をしておりますので、やっぱりこう我々がこうさつまいもの新たな魅力を、そうした方々の30代、40代の女性に発信していくにあたってはですね、非常に親和性の高い方に、ご引き受けをいただけたかなというふうに思っています。はい。ポスターのご感想はいかがでしょうか。できるのは。ポスターもですね、ここに至るまで本当に職員やいろんな人たちと議論をして、ここまで来たわけでありますけれども、さつまいものなんですかね、違ったイメージを持っていただけるのではないかなというふうに思っていますので、はい、これからちょっと松本まりかさんにいろんな形で話をしていただきたいな。大事な記事としては、今お話ありましたけれども、改めてなるんですが、活動とかですね、役割、特にこういうところに期待しているというのがもしあればお願いします。そうですね、やっぱり美と健康にもこだわりをお持ちでありますので、千葉のさつまいもは、当然ながらまず美味しいというのは第一なんですけど、貯蔵する、寝かせるというところにまた一つ千葉県のさつまいもの特徴がありますので、貯蔵することで、甘みも増加をしますし、あとポリフェノールの一種もですね、貯蔵することで増加するというふうに言われていますので、そうした観点からもですね、美容や健康にこう良いと言われているこのさつまいも本来の魅力をですね、今までにない形で伝えていただく、それから高級感であったり、ご褒美スイーツといった新しいイメージのシンボルになっていただきたいなというふうに考えています。ありがとうございます。発表会にいくつかお願いいたします。はい、先週になりますと、千葉北道路の建設事務所長が逮捕されました。はい、その直後、知事第三者委員会の設置ですと発表されましたけれども、現在の再発防止策の進捗状況はどうなっておりますでしょうか。はい、まずですね、第三者委員会の設置についてはですね、委員の候補となる有識者の人選を行っているところでありまして、できるだけ早く立ち上げてですね、議論を進めていきたいなというふうに思っています。それから利害関係者との会食の自粛、それから職員倫理条例に関する転職の事項などもですね、この翌日の11日の協議で指示をしておりまして、すでに転職の事項に関してもですね、1月の12日から順次研修動画各職員に配信をしてですね、受講を進めているという状況であります。あと改めて京王線の会食問題なんですが、はい、昨日の幕張新都心の関係団体とか、はい、対抗撤回を求めるという意見書を JR の方に出したようなんですが、その中で内容以前に、ね、事前に説明が全くないというのはやっぱりかなり、唐突だったということをおっしゃられてたんですが、知事として今後ですね、JR、あるいは私鉄もそうだと思うんですが、大幅な大学改正するときに、行政との事前説明、事前協議とか、あるいは住民の方への説明とか、その辺の今後の改正のあり方についてもし考えられればお願いいたします。はい、やはり JR のダイヤ改正というのは、改正内容によってはですね、沿線地域の利便性、それから地域ブランドをテーマに直結をいたします。県民生活や経済活動、まちづくりなど、さまざまな形で広範な分野に影響を及ぼすものであることを強く認識をしていただきたいと思いますし、これは1月4日に支社長とお会いをした際にも私からこのことを申し上げました。
まあ、今後のダイヤ改正にあたってはですね、JR 東日本には地域の価値に及ぼす影響などへ、まあ、配慮をし、仮に影響を与える改正をせざるを得ないというふうに判断した場合にはですね、事前に地域に対して十分な理解を得た上で慎重に進めていただきたいというふうに考えています。すみません、です。私からは2点、引っ張りをお願いします。まず1点目は、赤ワインの変動菌性 の社会実験の結果についてです。はい、今週の月曜日に4月以降も変動菌性の社会実験についてという方向で調整してきたという発表をしました。これを受けてお尋ねしたいんですが、現時点での本格導入に向けてですね、地域はどのような課題がまだ残っているかということですね、あと本格導入 その大枠でいいんですけども、時期について何か考えられば伺えると思います。はい、先日の検討会では、現在行っている社外実験の継続に向けて、調整を行うという方針を、関係者間で確認をしたということでありますので、本格導入について現時点で決まっていることはありません。で、我々とするとですね、まだ4ヶ月間の短期的なデータによる分析でありますので、季節変動による交通需要の変化も考えられますので、一定期間、しっかり社会実験の効果を調査、分析をした上 で判断していく必要があるかなというふうに思います。なので、特にこう期間、ここまでというのを我々の自身として考えているわけではなく、しっかりとこれ影響ですよね、効果を、見極めた上 です、ね、判断をしていきたいというふうに考えています。これまでの4ヶ月間で、ここが一番課題だなというのは、知事としてはどう感じていらっしゃるんでしょうか。そうですね、まだ課題っていうわけではないんですけれども、やっぱり季節変動があると思うんですね。この間、コロナの5類以降のビフォーアフターっていうのもあるし、それから季節的にも、日が早くなったり、遅くなったりすることによって、我々の設定する時間帯が、観光や移動する方に与えるその心理的な部分も含めて、さまざまな変化がありますので、そのあたりをそれぞれ見極めた上で、それぞれの季節ごとの動き、人々 このドライバーの皆様方の変化をしっかり分析をした上 で我々の目的が最大化できるような、料金であったり時間帯であったりというところを引き続き検証していく必要があるかなというふうに考えています。もう一点なんですけども、今月13日に台湾の総統選がありました。はい、民進党の財政徳氏が勝利してですね、はい、台湾では3期連続で同じ政党が政権を担うのは初めてのことになりました。はい、一方で同時に行われた立法院の選挙では民進党が過半数の議席確保できず、第一党を国民党にする形になりましたけども、で知事は昨年も台湾を訪問して、特に県産農産物の輸入規制撤廃を訴えてましたけども、今回の選挙結果が千葉県とか日本にどのような影響があると考えでしょうか。そうですね、なかなかこう我々もその台湾のさまざまなその政治情勢を全て理解するのは難しいわけですけれども、少なくともその令和4年に輸入規制を緩和するその決定は現在の民進党政権において決定をされておりますので、それが引き続き民進党政権が継続されたということでありますので、新政権でのさらなる規制の完全なる撤廃に向けての前進をですね、私も期待をしているということです。ありがとうございます。以上です。それでは、各社様より質問をしてます。いかがでしょうか。読売新聞さん。読売新聞の鳥塚です。教職員の紹介指名について伺います。昨日の選挙委員会の発表がありまして、今年度の懲戒処分が44人と過去最多になっていることが分かりました。この件について知事の所感と、今後どういう対策が必要なのかお考えをいただきます。はい、本当にこの児童生徒を指導すべき、立場の教員教職員の懲戒処分件数が、ね、今年度多くなっているということで、県民の学校教育に対する信頼を損ねることでありますので、大変に関連しています。でこれ以前も申し上げましたけれども、私自身千葉市での市長時代もですね、千葉市でこうした不祥事が多発したときに、徹底した対策を教育委員会に求めてですね、非常にこう何て言うか組織全般にわたる対応して、一定の効果が出てるだろうというふうに、言われております。で、県の方においてもですね、県教育委員会の方に、千葉市も参考にしながら対策の徹底について行ってほしいという不祥事の根絶に向けた取り組み、徹底してほしいということを要請をし、順次その取り組みが行われておりますので、
引き続きその対策をですね、効果が発現できるまでしっかりやりきっていただきたいなというふうに思います。他にご質問いかがでしょうか。朝日新聞さん。朝日新聞の田中です。能登半島地震の関連で県内の課題に引き付けて何点かお伺いがございます。まず一つ、被災地では今回広範囲で道路の寸断などが起きまして、当然その、被災者の、救助であるとか物資輸送等に支障を来すような事態が生じています。被災者の救助にあたっては72時間というのが一つの、リミットとされているわけですけれども、もしその県内でですね、同規模の地震などが起きたときに、やはりその72時間以内のこの救助という点において、何かこう、課題が生じるかどうか、もしそう考える場合は、どういった方策が求められるか、ということをお伺いできますでしょうか。そうですね。まずその、これまでもその、我々、半島性も含めてですね、考慮した上で、各地域 この道路整備を行う場合にはですね、その経済的もしくは県民生活の観点に加えて、その災害時の輸送路を確保する、こうした観点も含めて道路ネットワーク整備というのをこれまでも進めてきました。今回の能登半島での地震に関してはですね、まさにご指摘の通り、その道路が寸断されたことによって救助も支援もボトルネックが発生するということがですね、より顕著に現れているというふうに思いますので、今回のこの能登半島での実証を受けてですね、さらに我々千葉県としてですね、道路整備、防災対策を含めてですね、より対策を強化する部分があるかどうかについてしっかりと検証を行っていきたいと思います。また避難所個々 その備蓄の状況ですよね。基本的には避難所に対して広域避難所っていうのがそれぞれ市町村持っていて、そこに比較的備蓄を手厚く持って災害時に、それぞれの個別の避難所に輸送していくという考え方なわけですけれども、道路が寸断されて、その広域避難所なり物資の拠点と個別の避難所の道路が寸断された場合に、もともと避難所に備蓄しているものでですね、しばらく遠ざをしのがなきゃいけないわけでありますので、千葉県の中でですね、そうしたいざという時に道路が、全ての方向を寸断されやすいような個別の避難所がどの程度あって、それに対して市町村がどのようにそれぞれの避難所に備蓄をしていたり検討しているのかということをですね、改めて確認をした上でですね、市町村と連携して対策を取っていきたいというふうに思います。あと海と空のところの輸送についてもですね、これもこれまでも我々計画立ててやってきてますが、これも再度しっかり総括をしていく必要があるかなというふうに思います。ありがとうございます。防災・減災における共助の点で一つお伺いです。能登半島でも当然ながら高齢化が進んでいてですね、そんな中で今回の災害の教訓というのはまだ検証なとかという状況、事態が進行しているところですので分からないところがあると思います。高齢化がやはり 50% を超えているところでですね、被害が拡大しているような状況があるようです。でそんな中、県内でも地域によって、高齢化、あと少子化でですね、地域の共助、地域コミュニティですね、共助を担いであるコミュニティが野草を育っていくために売り上げが少なくなっている中で、やはり災害時の共助という点において今、課題を感じてあるかどうか、もし共助が難しくなっているような地域があるとすれば、どういった方策が求められるのか。そうですね、やっぱり高齢化であったり過疎化が進む市町村の場合、災害が起きたときにこの共助をするにあたって、課題も様々だろうというふうに認識はしています。我々としては市町村の課題をですね、把握をして、例えば地域の防災リーダーの研修であったり、自主防災組織の育成強化に向けた取り組み、こういうのを後押ししていくためにですね、市町村が行うそうした取り組みについて財政面から我々はさまざまな形で支援をしてますし、その補助も手厚くしているところです。やっぱりそういう普段から共助に向けた仕組み作りをしっかりと行っていく必要がありますので、そこの点は我々としてもですね、市町村の取り組みを応援していきたいなというふうに思います。あとは我々の防災の副読本とかも
制作していきますので、まあ、そうしたところでも事業の、強化、このあたりも我々としてできることをやっていきたいと思います。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。実通信さん実通信のいかがですか。この野田半島地震関連で被災者の被害に関するところをお願いします。被災者から県営住宅への有給希望者が出ていると聞いていますので、はい、県内の市営住宅の受け入れが始まると思います。でさらに国側の二次避難先として、まあ、首都圏が三大都市圏で1万2000人分の宿泊施設を確保したことも発表していたりして、はい、まあ、今後多くの被災者が千葉県内でも避難生活を送ることが考えられますけれども、まあ、過去の災害を振り返ると、避難所から仮設住宅などに移った被災者が孤立したり、引きこもりになるケースもあって社会問題にもなりました。で高齢者には今高齢者を中心に住み慣れた居住地環境を積み変わると認知機能などが生じて、リロケーションエフェクトだったり、まあ、リロケーションダメージといった現象が生じるという課題も指摘されています。で県内に避難される方へのフォローやケアについてどう対応していくかを考えを教えてください。お願いします。そうですね、これまでも災害時にそうした避難された方のですね、その生活のへの影響であったりメンタルのケアの重要性というのは叫ばれてきておりますので、我々も今回県営住宅も用意をしてますし、それらも含めてですね、県外から被災地から避難されてこられる方々がたくさんいらっしゃるだろう、それなりにいらっしゃるだろうというふうに思います。その心の痛みを、まあ、軽減をして孤立や孤独を防ぐ、まあ、心のケア大変重要だというふうに思いますので、精神保健福祉センター、それから保健所、こうしたところがですね、被災者に対するアセスメントをしっかり行った上 で必要に応じてメンタルヘルスに関する支援を行っていく方針です。ありがとうございます。あと今回の地震でも障害を持つ人の障害、災害弱者についてですね、どう守るかというか、避難生活とか、まあ、ケアとか難しさが課題として上がっているようなんですけれども、まあ、災害弱者の支援についてどういうふうに考えていらっしゃるかお願いします。はい、私も市長時代も取り組んでまいりましたけれども、まあ、要配慮者と言われているその配慮が必要な方についてはですね、県としては市町村に対してこの避難所運営の手引き、この部分でですね、こうそうした方々の具体例によって必要な配慮をするように働きかけています。それから発災した時にその被災した市町村からの要請に応じて、そうした要配慮者の方々向けに必要な物資ですね、これを我々民間企業との協定であったり、もしくは流通備蓄によって確保してです、ね、それを提供して支援をする、まあ、そうした体制を取っておりますので、まあ、その点しっかりと続けていきたいと思います。あとはもう外国人の方々が年々増えてきてますので、この外国人の方々にしっかりとしたそのお住まいの地域の防災に関する情報をしっかり届けるということも大事だというふうに考えます。他にご質問いかがでしょうか。さつまいもの案件でお伺いしたんですけれども、はい、海外向け、まあ、輸出などをどのように、まあ、今後、まあ、強化なのか、どのように考えてらっしゃるのかというのと、県内の農産物などの、海外輸出で、他にさつまいも以外にも何か注目されているものなどあれば教えてください。はい、ありがとうございます。さつまいもの輸出についてはですね、非常に地元の産地も積極的でありますし、私も昨年台湾に、行った際もですね、台湾でもこのさつまいもについてですね、バイヤー等と接触を行ってまいりました。そういう意味ではアジア地域を含めてですね、我々としてはこのさつまいもの海外輸出を積極的に行っていきたいというふうに考えています。で、県産の農林水産物の輸出についてもですね、まあ、昨年からかなり様々な分野にわたる有識者に入っていただいたですね、そうした研究会も立ち上げておりますので、成田に新市場、輸出ワンストップ機能を持っている新市場を持っている千葉県としてですね、着実にそうしたマーケティングであったり、販路の開拓も含めてですね、県産農林水産物の輸出に取り組みたいというふうに思います。梨であったり、米であったり、畜産であったり、まあ、それぞれ有望なものがありますので、まあ、そこをそれぞれの現地のニーズを踏まえて行っていきたいと思います。その他、質問ございますでしょうか。よろしければ、以上で定例記者会見を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。